4月6日から始まる春の全国交通安全運動に合わせて、運動開始の初日となるこの日に、アピタ松坂三雲店の駐車場で出発式が行われました。春の全国交通安全運動出発式には、警察職員をはじめ、交通安全・防犯対策に関わる関係団体などおよそ100人が参加しました。はじめに松坂滝地区交通安全対策会議会長を務める竹上市長が、これからも皆様方のご協力のもと交通安全運動をしっかり我々も取り組んでいきたいと思いますので、ご協力をお願いしますと挨拶しました。取り組んでいきたいと思いますので、何卒ご協力を心からお願いを申し上げ、続いて岡田元春松坂警察署長が、春の時期は新入学児童が慣れない通学路を歩いて登校しますので、特に安全運転に努めていただきたいものですと話しました。次に三重交通株式会社、株式会社33銀行、三重中農業協同組合の若手社員による事業所代表者の交通安全宣言が行われました。全ての座席での正しいシートベルト着用を実行するとともに、周囲にも呼びかけ事故防止に努めます。子どもの模範となるよう、車を運転するときも道路を歩くときも交通ルールマナーを必ず守ります。一つ、悲惨な交通事故を未然に防ぐため、家庭、職場、地域が一丸となって交通事故撲滅を呼びかけます。この後、白バイを先頭に車両部隊がパトロールに出発しました。出発式の後にはシートベルトの大切さが実感できる模擬衝突車の体験や、買い物客に対して交通安全の啓発品が配布されました。春の全国交通安全運動は4月6日から15日までの10日間実施されます。本日から、10日間、春の交通安全運動、開催されますが、この運動を機会にしてですね、家庭や地域、そういったところですね、交通安全について今一度、考える、絶好の機会にしていただければと思います。特にドライバーの皆さんについてはですね、危険予知をしながら安全運転に努めていただければと思います。はい、交通事故には十分気をつけてくださいね。